美咲です。埼玉に住んでます。学生で学校に通ってます。大学生でやってます。コミュニケーション学部のメディア社会学科っていうちょっと変わった学科に行ってます。どういうこと学ぶんですか？メディアコミュニケーションなんで、 SNS とか企業のコミュニケーション、言葉の使い方とか、マスメディアとか、そのコミュニケーションとかをやってます。ある意味こういう YouTube とかも入ってくる？そうですね、炎上とかなんかそういう経験ありますそういうのとかも結構授業で取り上げてて、お母さんがもともとサッカーすごい好きで、その影響で何度かレッズの試合を見に行ったこともありますし、高校サッカーも中学生の時に見に行ったことがあって、その流れでサッカー部のマネージャーやりたいと思って高校入りました。お母さん高校サッカーも好きなんですけど、レッズのファンでもあって、高校入る前も結構お母さんに連れられてレッズの試合見に行ったりしてました。印象に残ってるのはACL、 それがめちゃくちゃ印象に残ってます。まだコロナ前だったので、応援とかも声出ししてて、わーって鳥肌めっちゃ立ったのを覚えてます。それはいい試合見ましたね。はい、めちゃくちゃ良かった。すごい印象的です。バイトがレッズにかかるんでしたっけ？埼玉スタジアムでアルバイトさせてもらっています。高校生の時にサッカー部のマネージャーをやってたんですけど、埼玉スタジアムからすごい近い学校でマネージャーやってて、練習でよく埼玉スタジアムのサブのグラウンドを使わせていただいてました。そこで働いてる社員の方から、で高校卒業したらバイトとしてお仕事やらないって声をかけていただいて、それから出ます。サイスタの魅力みたいなのって、ね、自分でもなんか多分気づくものがあると思うんですけど、はい、なんか どういうところがなんかいいなと思ってるのか。ロッカールームは選手が使った痕跡がめっちゃ残ってて、地面にスパイクのゴムの跡がついてたり、椅子のところにみんな足をかけて紐を結ぶんですけど、そのスパイクの裏の傷の跡とかがついてたりするので、試合あった近くのツアーとかだと、この前ここにいたのか、選手いたのかこの空間にみたいな感じが味わえるので、ちょっとロッカールームはワクワクしますね。何度言ってもやっぱりトルシエ階段付近がピッチも見れるし、あといつも選手が入場しているところなので、盛り上がるのはそこかなとは思うんですけど、でも、ロッカールームもみんなすごいって言いながら入ってくれるので嬉しくなります。私もなんでそれ以外でリースの試合とかって結構今見てくれてるんですか？プロじゃなくても普通に女性がやってるサッカーっていうのを見たことがこれまでなかったんですけど、見に行かせていただく機会もらって見に行ったら、私はすごい運動ができなくてサッカーとか無縁なんですけど、やる方は同じ女性があんなにバチバチな試合のサッカーの試合してるっていうのにまず感動しちゃって、本当にかっこいいなって思います。惚れちゃいますかっこいいなと思って見るの楽しくなってきました。普段なんかどこで見てるとか、なんかどんな感じなんですか、応援スタイルとかは？場所は指定席で見ることが多いです。なんかスタイルとかはなんかもうじっと真剣に見つめるのかめっちゃ叩くのか声出すのかとか、どんな感じなんですか？私は多分割と真剣に見てゴール入ったらあーってなるタイプだと思います。なんかマネージャーの時にもね、いや真ほどサッカー見えると思うんですけど、はい、そういう時と心境とか違うんですか？全然違うんですか？それと一緒なんですか？ちょっとは違うかな。サッカー部のマネージャーだった時は本当に楽しめなくもないけど、でもハラハラしちゃうみたいな感じだったんですけど、でもレッズを見てる時は、まあ、負けちゃった人はもちろん悔しいけど、でも最後まで楽しいみたいな、全体をなんか見渡せて楽しい感じがするので、その辺が違います。なるほど、はい、ですね。
ちょっとそのトップチームと比べてなんかそのいい意味での違いとかって、距離が近いとか、なんか自分の声が届くみたいな、そうどうですか、はいはい、そういう違いは。まさにそうなんですけど、親近感がすごい湧いてて、すごいより近くで応援できてる感じがしていいなって思いながら見てました。コールリーダーの方がまず女性の方で、試合の前に声出しても喉痛まないように、でコールリーダーの方自身が喉飴を配ってたりしてて、すごいですよね。素敵だなと思いました。特別な雰囲気ありますね。はい、みんなでみたいな感じがして、すごいなと思いました。押島選手みたいなのいたりします？押島清家選手です。どんなところが？私サッカーが、できないんですけど、見てても誰々のこの足さばきがみたいな、そういうのはなかなか見分けがつかないんですけど、スピード感とか、あの選手足速みたいな感じになるので、一番最初に注目して見てたのが清家選手で、やっぱ毎試合毎試合見ててもスピード感がめちゃくちゃ速いし、どこ見てもいるみたいな、いいところにいて、いつもサポートしててみたいな感じで、すごいなと思って楽しみさせていただきました。番号も入れたみたいな。あ、そうです、これちょうど今着てるやつなんですけど、11番の背番号のユニフォームました。美咲ちゃんが清家選手の着始めてからすげえ活躍したって言いますよ。私がこのユニフォーム買って着て応援し始めてから、本当に毎試合毎試合清家選手のゴールを見ることができました。素晴らしいですね、はい、ナイスサポートですね。他にもなんか結構、好きだなと気になってる選手っています？気になってる選手は塩越選手、可愛い美人、すごい美人ですよね。ギャップがかっこいいな。普段はすごい可愛らしくて美人なのに、試合になると真剣にサッカー選手って感じがして、ギャップがかっこいいなと思います。いいですよね、塩越選手もね、花がありますよね。1年間ね、結構しっかり何試合も見てくれて、はい、参戦してくれて、印象に残ってるシーンとか、なんかあります？印象に残ってるのは、やっぱ優勝決まった試合、紙吹雪がバーってのやつが、サポーターのことが配って、それをみんなで一斉にバーってやるのを初めて見たので、本当に感動しました、あの瞬間。なんか新しいサポを増やしていくために、どういうことが必要だと、あのサポ目線で思いますかね。もっとリリースに人が来てもらうためにみたいな。若い人たちがもっと増えると、それつながりで、来やすくなったり、私たち世代同士で仲良くなったりして、もっとバッて広がるんじゃないかなとは思いますね。女子サッカーっていうのがあんまりみんなの中で大きくないというか、高校サッカーとかも男の人メインだと思いますし、もっと女子サッカーがあるんだよ、女子サッカーも面白いんだよっていうのを広めたいですけど、でもどうやったら広めるんでしょう。難しいですね。はい、私たちの世代の方も一気に来てくれることが増えれば、もっとツラツラした感じになるのではないかなと思います。試合そうなんですけど、試合前の会場の周りのイベントとか、スタミナとか、パフォーマンスとか、そういうのをもう少し盛り上がる感じで、試合前からレッツレディースみたいな感じの全開にすると、盛り上がって良くなるんじゃないかなと思いました。チフレの試合、熊谷の競技場に行った時もあった時に、スタグルもいっぱい出てたし、着ぐるみがいたりとか、試合前にダンスをやったり、応援の仕方の指導みたいな、こういう時はみんなでこう叩きましょうみたいな感じのとかをやってて、試合中にそのままみんなそれ通りにやってたので、一つになってる感、団結感みたいなのはすごい感じましたし、盛り上がってたので、自分のサッカーチームは女だよみたいな感じのがすごい必死です伝わってきたというか、いいなって思いました。レッツもそういう試合のパフォーマンスとかをすることによって、多分来る人が増えるかもしれないですし、レッツ会場でレッツレディースからやってみる、チフレのところも女の人が結構メインなんですよ。ダンスしてる人もパフォーマンスしてる人も女の人が多く
て、なんか今のレッツレディースでダメとかそういうわけじゃないけど、女の人がそもそも少ない感じがするんですよ。サポーターにも年齢層高くて、女の方も多分男性の方よりかは少ない気がするので、しかもそのダンスやってる人とかって若い女の人なんですよ。なんかそれだけで、まあ、花があるし、女子のサッカーやってる同世代のその女性の方たちがダンスパフォーマンスとかすることによって、自然とサポーターの方とかも同じ世代の人が増えるのかなとか、なんとなく思ったりもするので、レッツレディースからでもいいから、そういうパフォーマンスとかイベントとかをやると変わってくるんじゃないかなって思いました。いや、いいじゃないですか。一つのね、貴重な意見ですもんね。ありがとうございます、はい、ワールドカップの彼女たちに対して期待すること、応援メッセージください。はい、活躍していただいて、この選手どこのチームだろうってなって、浦和レッズなんだっていう風に全国のみんなに広がってくれればなと思います。最高じゃないですか。いただきました。浦和レッズレディースとは、さしちゃんにとってなんかどんな存在ですか？これまで高校入ってからずっとサッカー見続けてきたけど、まあ、高校生はマネージャーとして見てたし、マネージャーが優先、仕事が優先だったから、そのサッカーを見るというよりかみんなをサポートするっていう面でサッカーを見てきて、まあ、レッツだと試合はもちろん楽しいんですけど、男性のサッカーってすごい本当に定番というか、これまでもワールドカップとかそういうので見てきた試合っていう感じの印象があって、でも女子のサッカーっていうのが本当に私にとって初めてだったし、いろんな感動をいただいたので、新しい気持ちというか新鮮な気持ちがすごい味わえたので、新しい波というか、私にとってそんな感じがします。